中香織州香織は、新末の官僚、字は玉山、安記小地州府県特県出身。1862年から李公省の幕僚を務めた。あと、1877年に、永定稼働に就任し、天津周辺の治水に当たった。1881年、使い官道に移動になり、1883年から天津兵備道を兼ねた。 神仏戦争が勃発すると、李工省の命令で沿岸の住民を組織して、防衛に当たった。周香織は、李工省を補佐すること30年余りに及び、海軍創設、電報局、鉄道、鉱山の創立など、業務運動を推進した。その功績を、厚志新郎、駅に認められ、直令アせチに昇進した。1894年に、日清戦争が発生すると、 安藤、療養などで補給に当たった。下関条約調印を辞職したが、1899年に、四川不正史として再起用された。1900年に、義和団の乱が発生し、8カ国連合軍が北京を占領すると、李工省が、義和大臣、直令総督に起用され、周香織も直令不正史に任命された。周香織は、 共案の解決に尽力し、1901年に李工省が死去すると、直令総督代理を務めた。その後、三党巡部に就任し、兵部尚書待遇を加えられた。元巡部の遠征外と共同で、災難、周村、県の開港を上層し、認可されている。さらに、両校総督、両校総督を歴任し、1907年に病で引退。死後、 砂尾誠の死亡を送られた。この週学ぶ広氏は実業家となった。ありがとうございます。